日本精神史研究は、和辻哲郎の著作で、1926年に出版された。本書は1920年に、岩波書店館の日本古代史研究の続編に位置づけられる著作であり、和辻の代表作の一つに数えられる。一貫した体系を持った著作ではなく、日本文化、日本精神に関する個々の問題について考察を行った。 論文集であり、和辻は序文において、本書をあくまで修作であると述べている。書版は、岩波書店から1926年に出版され、改訂版は1940年12月に出版された。近年でも、和辻哲郎全集第四巻、岩波文庫、ワイド版、岩波文庫と様々な形で出版され、容易に入手できる。 1935年に俗日本精神史研究が出版され、この俗編も前週第4巻に編集されている。2002年4月にあかりかげ社から出版した京都哲学戦書第24巻新編日本精神史研究には日本から数編の論考を省き、俗から日本精神と日本の文芸と仏教思想の2編を所集している。 改定版の序文で、和辻は全体にわたって、ごくの修正を施し、二尊の箇所には、やや詳しく修法を加えたが、根本的に変更したものはないと述べてはいるが、例えば古代の日本人の仏教授業について、日本人の仏教理解が、花花浅はかであったとする見解を、確かに当たっているとする見解を、明らかに誤謬であると改めるなど、重要な論旨の変更が存在することは、 文科生からも指摘されている。本書には以下の論文を収める。これらの論文の大部分は岩波書店の月刊誌、思想に掲載された。俗日本精神試験級に収録された論考ありがとうございます。